プラ。本日紹介するプラモデルはこちら、 30mm シリーズオプションパーツセット11、大型キャノン、アームユニットとカスタマイズマテリアル、パイプパーツ、マルチジョイント。相当は 30mm シリーズを発売初期から集めているのだ。今回は待望の大型アームパーツでワクワクしている。まずはキャノンアームの箱から見ていこう。正面はこんな感じ。側面にはカスタム例の写真が載っている。ランナーは全部で4枚。配置が分かりやすく、ほとんどのパーツが左右揃えるだけなので、とても簡単にできたのだ。これが完成した大型キャノンアームユニット。その名の通り、大型のキャノン砲と左右のアームユニットが付属。それ以外にも頭部が2つおまけでついてくる。次は各部の可動を見ていこう。胴体につける接続部分はボールジョイント。肩は前後と側面に軸接続の走行パーツ。関節は肩と二の腕が軸接続で回転可能。肘は二重関節となっている。ハンドパーツは武器を持たせられる握り手と平手が左右。手首はボールジョイントか軸接続か好きに選べるようになっている。次に大型キャノン。大型と言われる通り、長さはアルトやポルタノバの全長と同じぐらい。真ん中から軸接続で分割、持ち手も C ジョイントで接続、3箇所から選んで付けられる。2つついてくる頭部はオプションパーツセット6とデザインが同じものだが、こちらは白いグレーとクリアのゴーグルにマスクパーツが1つ付属。そして装着してみたのがこちら。小さな機体にキャノンとアームをつけるとゴリラっぽさがある。大型ゆえ本体の保持力が弱まっていると、重さで腕がプラプラしやすくなるので注意。ボールジョイントで接続するタイプならガンプラにも装着することも可能。次にカスタマイズマテリアル、パイプパーツ、マルチジョイントを紹介。リード線が赤と黒2本ずつ、そのリード線を中に通すワニスチューブが赤黒2本。カスタマイズに使える各ジョイントパーツにディティールカバーパーツが付属。そして今回の商品を合わせた相当自慢のスーパーな機体がこちら。今回のオプションパーツで最後のピースが埋まった気がするのだ。大型のアームも大型な機体であれば違和感なくハマってくれる。パイプパーツは最初おまけ程度に考えていたが、つけてみるとこれはこれでいい。アニメ映画のアキラとか80年90年代ぐらいの SF 作品に描かれた有機的な感じのケーブルをイメージする。弱点が増えたとか言わない。ガンプラとのサイズ差はこんな感じ。それではいろんな角度やポージングを見ていこう。というわけで、 30mm シリーズ大型キャノンアームユニット、カスタマイズマテリアル、パイプパーツのレビューというか遊んでみた動画だったのだ。ガンプラを集めている人にもカスタム用にパーツを買うのもいいだろう。 30mm は価格も安めで、プラモデル初心者でも集めやすく、自分だけのオリジナル機体が簡単に作れてとてもおすすめなのだ。それでは今回の動画は以上とする。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくなのだ。また次回お会いしよう。では諸君、さらばなのだ。